こんにちは、新田洋介です。本日は奈良市四条大路にございますマルアノア2という物件のご紹介をさせていただきます。シャーメゾンの物件で大変綺麗な部屋となっておりますので、ぜひご覧ください。それではリビングの方からですね、こちらの方は、対面キッチンのスペースも含めまして約11畳から2畳ほどの広さのリビングとなっております。こちらの方でダイニングテーブルを置いていただいて、朝食など楽しんでいただけたらと思います。そしてこちらの方はバルコニーですね。はい、こちらの方で洗濯物を干していただくような形になります。そしてキッチンの方なんですが、キッチンの方は IH のコンロになっておりまして、火を使わないので非常に安全ですね。こちらが三口ございまして、魚屋がございます。そして上の方とですね、下の方と収納スペースが十分ございますので、しっかりと収納していただきます。キッチンの方には窓もございますので換気もバッチリですね。そして設備なんですけども、こちらオール電化になっておりまして、電気温水器のリモコン、こちらの方はモニター付きインターホンになっております。こちらのアパートはオートロック付きとなっておりますので、こちらエントランスの部分からお話が可能となっております。リビングの方にはですね、1台エアコンが備え付けとなっております。リビングの隣にですね、こちらの方は洋室約5畳ほどのお部屋となっております。こちらの方にも、テレビですね、設置、エアコンの方も設置が可能となっておりますので、ソファーを置いていただいて、くつろいでいただけるスペースとしてお使いください。収納スペース豊富にございます。こちらの方と、こちらの方にございますので、お洋服もしっかりとかけていただけるようになります。リビングとはこちら、これも同じで仕切れるようになっておりますので、エアコンを効かしたい時とか使っていただきたいと思います。はい、そしてこちら玄関スペースですね。玄関の方には、こちらシューズボックス備え付けとなっております。でロックの方がですね、ダブルロックになっておりますので、計3箇所でロックが可能ですので、非常にこちらも防犯面で安心ですね。次に水回りの方ですね、こちらの方は洗面所ということで、シャンプー浴槽がついております。そしてこの辺りに室内洗濯機置き場ですね。お風呂の方なんですが、こちらの方は、追い炊き機能付きとなっておりますので、いつでも温かい湯を、入浴していただけます。また上の方には浴室乾燥機もついておりますので、雨の日などこちらで洗濯物を乾かすことも可能となっております。次にお手洗いですね。こちらの方はウォシュレット付きとなっております。また廊下の部分にですね、こちら収納スペースもございますので、いろんなものを収納していただけます。あともう一部屋ございまして、こちらの方も約5畳ほどの洋室になります。寝室としてですね、お使いいただくのがいいかと思います。テレビとエアコン設置が可能となっております。また注目ポイントとしてこちらの方は、ウォークインクローゼットついております。電気もつけれるようになっておりまして、いろんなものをこちら収納していただきます。衣装部屋みたいな形でですね、お使いいただくぐらい広めの収納スペースとなります。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のマスクでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。